セクシー女優は表に出るべきではない ?SNS で話題の元女優の職業差別問題に元セクシー女優が思うこと。元セクシー女優でフリーライターの高梨愛央がお届けする連載コラム。2016年に他にやる子はなかったからという理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、 現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。ならば、写真、元セクシー女優で、現在はフリーライターの高梨あよう。セクシー女優は、ひっそり生きるのが正しい道なのかここ最近、元セクシー女優の引退後の仕事についての発信が SNS で大きな話題を呼んでいる。世間はセクシー女優や水商売。 スカウトマンなど繁華街で生きる人々をひっくるめてアングラ扱いするけれど、それ自体は間違ってはいない。もともとセクシー業界は閉ざされた楽園のようなもので、まさにレンタルビデオショップのカーテンの向こう側がいい例。行ってみたいけどなかなか勇気が出ないとか、いざ飛び込むとあの一角だけは不思議な空気が頼っているとか、業界の何とも言えぬ卑怯っぷりを好む人も多かったという。 しかし現在は様々な作品の登場によって成人向けに抵抗感を抱く現代人が減り徐々に卑怯が卑怯でなくなっていったそうなれば次第に奥地の住人と一般地域の人々は必ずどこかで巡り合う最初はお互いに違和感を覚えても時間とともに慣れていくのが当然の流れだろう元売レッコ女優のニーズが増加 卑怯といっても過言ではない商売だから、批判の声があるのは当たり前である。とても人に勧めたい仕事内容ではなく、講習を得る分身も心もすり減るので、できることならやらない方が良いと私は思う。人前で裸になってそれが映像に残るなんて、冷静に考えたらとんでもない話でしかないから。ただ、だからといって永遠に奥地へ引っ込んでろ。 というのは、ちょっと時代錯誤かもしれない。これだけ SNS が普及して、あっという間に世界とつながれて、かつて卑怯扱いだった住人たちの姿を簡単に見られるため、押さえつけるのがもう無理、とも言い換えられるが、実際に人々の興味関心をそそるのは、フォロワー数を見たら明らかで、人気女優は下手するとちょっとしたタレントより注目度が高い。 少し前ならひそやかに生きるのが正しい道とされていたけれど、令和の時代は考えに少し変化が起きた。むしろ売れている本人たちからすると、ひっそりと生きるだけ損なのである。批判は荒れどその分支持率も高いのだから、ポジティブな意見を優先して動くのはタレントとして何も間違ってはいないだろう。ひっそりとおとなしくしてて欲しいというのは、あくまで一部の人間の声であり。 最近は肯定的な意見も多いことからニーズは増加し現在の活躍ぶりへとつながっているのだ。セクシー女優のメディア進出は今に始まった話ではない。そもそもセクシー女優のメディア進出は以前からあった。セクシー女優を引退した後にタレントに転身して子供向け番組に出ていた方もいれば大河ドラマに出演した方もいる。 SNS の普及がなんて説明しているけど、SNS は支持率と認知度アップの手助けをしたツールに過ぎず、前々女優は専門外のフィールドへ参入していたということ。だから、お前らは表に出るべきではないだろう、と言われても、すでに前例があるため、ドリームをつかみたいこっちからすると右へ習えするに決まっている。 こればかりはユーザー VS 演者という一生分かり合えない世界線でのバトルになるため、お互い理解する結果になることはとても難しい。これからもメディア進出する女性が増え、その分の批判が飛び、同じくらいか、あるいはそれ以上の支持を得られるのだろう。偏見は付きまとうが時代は変わった。必しいかな、セクシー女優は現役だろうが元だろうが。 一回でも世間に何もかもをさらした人物という事実に変わりない。たとえ本人が仕事に誇りを持っていても多くの人が避けたいと思う業務内容のため、偏見は100%付きまとう。これからも、この先もビデオ出演歴が残り、そういう目で見られるからこそ、女優たちはデメリット面を強く自覚せねばならない。 現役時代にどんな感動エピソードや苦労を重ねたとしても、美談としては扱われにくいし、だって仕事内容がね、でも、セクシー女優なんでしょうと突っ込まれたら、そりゃあそうですよね、とこちらも返す他ない。自身を卑下する必要はないけれど、嫌がる人々が一定数存在する点を理解すれば、アンチは増えにくくなるだろう。 一人一人の時によって全体の見られ方が変わるのだから、差別や批判を嫌うのなら当事者たちの意識も変えていくべきだと私は思う。今は水商売を制御とするキャストも人前に出る時代となったため、日陰産業への捉え方も大幅に変わったと言える。はい、意見はあれど、セクシー女優も裏に居続けた方がいい存在から、ニーズ次第では表に出るのも問題なし。 と思う人々が増えたことに間違いはない。今後も女優たちは目覚ましい発展を遂げていくだろう。地上波出演、一般企業とのアイヤップ、アパレル、SNS 以外にもどんなところで活躍をするのか。元業界人の私としても非常に気になるところだ。文、高梨あよう。元セクシー女優のよもやま話。高梨あよう。 元セクシー女優のフリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ソーシャルゲームのシナリオライターを経て、フリーランスへと独立。ウェブコラムから作品レビュー、同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。